守山市にある赤の井湾はかつて美しく豊かな湾で、琵琶湖固有魚の貴重な産卵場所ともなっていました。しかし周辺の開発とともに水質の悪化や固定ごみの増加、アオコの発生や大葉の水金梅の繁殖など、さまざまな環境課題を抱えるようになってきました。こうした環境問題を受け、2012年の赤の井湾再生プロジェクトの発足や2014年の琵琶湖保全再生法制定など、赤の井湾の再生を願う多くの人々の取り組みによって、最近では少しずつ環境改善が見られるようになりました。3月19日、守山市民ホールでこれまでの赤の井湾を知り、赤の井湾の未来について考えることを目的に、赤の井湾再生シンポジウムが開催されました。本当に精力的に雨が降ったりしたら、なるべくですね、その水位っていうものを維持してですね、それからゆっくり水位を、10センチの方に持っていくというようなことでですね、卵がですね、水に浸かっている間を増やす、時間を増やす、こういったところでですね、孵化を促すというふうなことを取り組んでいます。フナ、コイ、ホンモロコなど、琵琶湖の水位と魚類の産卵は密接な関係があります。基調講演では、環境に配慮した瀬田川洗堰の操作について話されました。きれいな赤の井も大事なんだけど、ぜひ豊かな赤の井にしましょう。そして赤の井湾の環境と水産業についてをテーマにパネルディスカッションが行われました。釣り糸の垂れる釣り船が湾いっぱいにですね、広がって、またそこを屋形船が行き交う、これ昔の、これが赤の井湾の風景です。この風景にどうしても戻していきたい、これが私の願いでございます。最後に今後の赤の井湾再生への思いが発表されました。昔いたように魚島見えるような在来魚介類たくさんのところにしていきたいというふうに思います。水辺をきれいにする、それから固定部をきれいにする、そういうことで、豊かで美しい赤の井湾を目指していく。琵琶湖を守るのは最後の人だと思っています。世代の育成、これからも頑張ってまいりたいと思います。ぜひこの赤の井湾を舞台にした様々な環境福祉も展開することで、多くの方が赤の井湾を親しんでいただき、大事に守っていく、こういう輪を広げていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。環境福祉頑張ってまいりたいと思います。今日のシンポジウムを聞いて、その自分から積極的にそういう行動に出ることが大切だなと思いました。これまでの過去の人の行動が今の問題につながっているように、今のこれ人の行動が新しい、これからの次の世代に問題を残していくということはあってはならないと思うので、自分が今環境活動を行っているんですけど、そのような環境活動を頑張っていきたいなと思います。赤の井湾の再生を願う多くの人々の取り組みによって、最近では固有魚の増加や淡水真珠の復活も見られるなど、水質が改善してきました。美しく豊かな赤の井湾を願って、赤の井湾再生の取り組みは今後もさらに続いていきます。